さあ、テレビ朝日といえば最近ね、羽鳥さんのモーニングショーに出てる玉川さんという社員の、まあ、嘘発言ですね、事実誤認とかって、まあ、言ってますけども、まあ、玉川さんが昨日かな一昨日出てきて謝罪してってやってましたけど、いやこれねもう総務省がしっかりしなきゃいけません。これ電波止める方がいいですよ、こういうのは。ね、放送法4条っていうのがあって、報道は真実、いや事実を伝えなきゃいけないってなってるわけですね。で、まあ、対立する意見がある場合は両方伝えなきゃいけない、でもそういうのもあって、そういうのを守ってると思うんですが、今回の玉川さんのいわゆる電通が仕切ってるわけでもないものをですね、電通が菅元総理のですね、亡くなられた安倍さんへの、まあ、お別れの言葉をですね作ったなということをですね、まあ、言ったわけですよね。でこれは事実誤認とかそんなレベルじゃなくて、じゃあ完全に放送事故ですよ。でこういうことを言って国民をね洗脳してるようなことっていうのは、これテレビ朝日1回2回じゃないんですよね。僕はずっとそのテレビ朝日といえば椿発言がもうどうしても頭が離れないんですけども、自民党のことが嫌いなのか、まあ、自民党の悪口を言うと視聴率が伸びるのか、まあ、椿さんという当時のね、テレビ朝日の報道局長だったのが取締役か知りませんけども、椿さんとしてはね、今回社会党が伸びたのは我々テレビ朝日のおかげなんだ、まあ、延々とその自民党の悪口を言い続けたわけですよね。で僕はこの羽鳥慎一さんのモーニングショーというか結構よく見ていて、最近は見ないですけども、渡辺芳美先生がね、みんなの党の特に行政改革担当大臣されてる時に玉川さんが、まあ、芳美先生のことすごい紹介してたんで、僕はその時完全に僕の頭の中左巻きだったんですね。それテレビ朝日を見てたから。僕は当時民主党を応援してましたし、ね、もちろん渡辺芳美先生も応援してました。で自民党と戦う政党を応援したい、僕ね。それはテレビ朝日の特にこのモーニングショーの影響がめちゃくちゃ多いんですよ。大きいです。で今にして冷静に考えれば、ああそうか、権力者と戦う構図っていうのは、なんか弱い者が強い者を叩くっていうのがすごく日本の場合人気が出るから、政治家とか自民党って強い、その自民党の問題点をテレビで報道すれば視聴率が取れる、それに引っかかったなって、今だったら僕もね、僕自身が騙されてた、洗脳されてたっていうことに気づくんですが、まあ多くの人はさ、なかなかね、それはテレビで一方的に言うわけですよね。でテレビ局は我々政治家呼んでくれたら必ず電話取材とか現場にスタジオ行きますよ。でもほとんどね、反対側の取材もせずに一方的なことを言うのがテレビ局だと思ってます。で、まあ、テレビ朝日という意味では、私今テレビ朝日と裁判してますので、テレビ朝日と その裁判の向こう側の主張が来てます。まあ、多くの方ご存知の通り、今年の6月16日放送の私報道ステーション生放送に、出演させていただきました。でその時に、旧党の党首党の同席出演させていただいたんですが、前日の僕のツイッターをテレビ朝日が見たんですね。でここで明日は綾野剛について言及する予定ですと投稿したんですね。でそれに対してテレビ朝日側が僕に対して、まあ、脅迫メールみたいなものを送ってきたんですね。僕は綾野剛さんの件について事前に原稿を送るからそれでいいかどうかチェックしてくれって言ったんです。これ、まあ、テレビ朝日そこもとぼけてますけども、でダメだったらダメって言ってもらえればこちらはダメと言われましたということを言おうとしたんですね。そうなのだって綾野剛っていうのがわからないように、今日僕が発言したいことはテレビ局によって事前にチェックされましたので発言できませんと、それがこの文章ですと僕がやろうとしたんですね。テレビ朝日は国政政党の党首が発言しようとしている、いわゆる国民によって選挙によって選ばれた国政政党の党首の発言を事前に検閲をしてですね、それをやめさせようとか曲げさせようとした。どうしても国政政党の党首がやろうとしていることを曲げるようなことをした。で僕はこれに関してはこれも総務省しっかりしろなんですけど、それぐらいテレビ局っていうのは、これ玉川さんの事件に戻りますとね、テレビ局が個人の名誉や人権をそこまで尊重してるならば、今回の玉川さんの菅前総理に対するあの発言ね、もう悪意に満ちてるんですよ。全く
ないものを作り出したわけですよね。もちろん電通に対してもすごく迷惑ですけど、電通も迷惑でしょうけど、電通が介入もしていない国葬に対して、あたかも電通が国葬を仕切っているような誤解を国民に与え、そして菅さんがおそらく自らのエピソードをもとに書いた本人、僕の斜め前、これぐらいの距離で菅さんいらっしゃいましたからね、昭恵夫人がこちらにいらっしゃって、菅さんその式場に入ってから何度も読み返してらっしゃいましたよ。あ、そういうその安倍さんという個人に対して菅さんの思いをですね、本当に踏みにじるようなことを平気でしたわけですね。でこれは放送法4条の、僕はよくこういう例えをしてますが、まずい料理ですね、美味しくない料理にはお金を払わなければならない。しかし腐っている料理にはお金を払う必要性がない。むしろ損害賠償金をもらえると。これすごい重要なんです。美味しくない料理、例えば中華料理に行きました、焼き飯を頼みました、焼き飯に大量の砂糖が入ってました、甘い焼き飯です、まずいですよね普通、焼き飯は甘かったら。でもそれはそのお店の焼き飯というものですから、これに対しては料金払わないといけないんですよ。うまいかまずいかは関係ないんですよね。でもこのじゃあ焼き飯、ご飯が腐ってましたね、なんとか菌が入ってて食中毒をしました、でも実際食べたら美味しかった、美味しいけども毒腐っている焼き飯を食べさせたら、この料金って払わなくていいですよね。ここなんですよ。まずい料理にはお金を払わなきゃいけません。腐っていないまずい料理はお金払わなきゃいけません。美味しくても腐ってる料理はお金を払わないだけじゃなくて損害賠償を取れるわけですね。今回の玉川さんの事件に関しては、テレビ朝日が6月に僕の出演の時に撮った、人権をそこまで大事に思うようなテレビ局であれば、玉川さんの事件は、これは玉川さんという人間がやった、一個人がやったというのは、テレビ朝日がそういう玉川さんという社員を使って言わせてるんでしょう。これね、腐った番組を作ったんですよ。いわゆる美味しくない料理を作ったんじゃなくて、腐った番組を作った以上は、それは総務省はテレビ朝日に対して電波を止めるなり、1日2日、まあ、5時間でもいいですよ、何らかの措置を取らなきゃいけないですよ。腐った番組作ったんだから。で、玉川さんの謝罪を聞いてても、全くなぜ電通という名前を出したのか、原因について一切言ってないですよ。ただ謝罪してるだけなんですよね。またやりますよ、だって原因はないんだから。はっきりと言えばいいんですよ。おそらくですよ、これはおそらくですよ。玉川さん、テレビ朝日こうですよ、そんなの政権を攻めたらね、いくらでも視聴率が取れるとうわうわだと。だから国民が喜ぶことを捏造したんだ。そのね、いちいち電通に取材もせずに、確認もせずに、今電通も叩かれてるから、その高橋さんの件で、まあ、電通とその安倍政権というか自民党がつながってることをね、テレビで放送したら視聴率が取れて、スポンサーからもたくさんもらえるから、やったっていうのが本音でしょ。調べた結果こういう資料が来ましたとね、僕が信じた資料が間違ってました、そういうのが分かりますよ。ちゃんと事実確認したけども、例えば永田メールってありましたね、昔死に至りましたけど、ああいうガセメールを掴んでそのガセメールを信じ込んでしまいました、以後気をつけますじゃないですよ。もうそもそもが最初から事実なんて確認する気なかったんですね、これ。でもひどいですよこれ。今回たまたま見つかっただけで氷山の一角だと思いますよ。これまでのそのテレビ朝日の報道姿勢と考えたら、とにかく政権批判をすれば視聴率が取れる、だからいわゆるエビデンスね、根拠のないことも言ってしまえっていうことを玉川さんが言ったということだと思います。だから僕はこれはね、よく総務省を放置してるなと。これ僕が総務大臣だったら、さすがにテレビ朝日に対して報告書を提出させて、それでこれはさすがにもう放送法違反で、提案しばらく番組を止めるぐらいのことをやりますよ。じゃないと今度またやりますよと僕は思います。だから玉川さんの個人的な処分なんかどうでもいいですよ。テレビ朝日という免許を取ってるのはここですから、法人ですから、誰を出演させてどんな発言させるかもここかかってるわけですよね。だから玉川さんが、ね、変なこと言ったんだったら、すぐにテレビ局は謝罪すればいいわけですよね、調べて。でもなんか厳重注意とか、まるでこの玉川さんという個人が悪いかのように、まあ、多くの評論家の人もこっちが悪いと思ってるんですけど、こっちですから。テレビ朝日という会社がそもそも国民を洗脳して、
間違った情報を伝えてやろうとしているのはテレビ朝日ですから気をつけてくださいね。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは核兵器に勝る武器です。テレビはテレビ局にとって真実を隠す、そういったのがテレビというものですので、皆さんそれを踏まえた上でテレビをご覧いただきたいと思います。ということで、多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK をぶっ壊す。